はい、こちらポリスです。あ、はい、わかりました、行きます。現場に向かっているのは職質のミリオンゴッドと呼ばれる2人である。はい、後藤です。はい、あ、ここ左。はい、わかりました。現場に着くと何やら怪しい男性と女性が、うん、ガン、あ、またやってまった、保険屋さん電話せ。うん、響き渡る女性の叫び声、なんでただ浅いチャーだけなのにカバンの中見せねばマネのさ。ワンプマンガスト、うんうん、何もしてねえんだばってさ、カバンの中見せでけねべが。おお、おお、アンベオリ、アンベオリじゃ。おお、座り込む男性。先に現場にいた警察官の話によると、目が合うといきなり早足になったという。タタ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 、何やら2人の行動がおかしいと思った警察官たちは、この2人に職務質問を試みるが、男性は後ろへ下がり、女性は職務質問を固くなに拒否し始めたという。どうしたの、アンベイグねえのか。いや、バレると思ってドキドキしてます。あの女の人とどういう関係だ、セフレが。いえ、ただのソフレです。あ、ソフレってなんだば。そば湯フレンドです。うわぁ、やっぱりんだべ、そば湯もっちゃんだべ、早く出せ。彼女のカバンの長さあります。まだ化け物だばな、なしてまだそば湯さ手出した。今日久しぶりに久男さん行ってきたはんで。どうやらこの二人、そば屋でそばを食べた後だったそうだ。はい、間違いないですね。そば湯所持の件後半です。あ、血ついた、ナイフどうします。あ、いらない。はい、こうして2人はパレスに逮捕された。おめんどカップルだな。はい、そうです。幸せだべ。はい、死ね。